井口が急遽マウンドに上がりました。井口も準備はある程度していたのかな。杉江がセンター前ヒットを打ってノーアウトランナー一塁というところでのピッチャー交代。井口バントは止まってるか。スイングが空振り、インコースにストレートが来ました。この変化球は岸を見ました。低めのボール、スイングアウトの三振です。いいところに変化をしました。一、二塁間セカンドに送りました。これで3つ目のアウトを取りました。いい判断を見せました高浜。